まで開かれた先進国経済増長会議もこれで全日程を終了して、いよいよ次の課題はウルグアイラウンドの貿易交渉となったわけです。ここイタリアは一時の経済的低迷を脱して近年目覚ましい経済的復興を成し遂げつつあり、そのイタリアのローマで開かれた今回の会議は今後の世界経済の動向に貴重な一石を投じたと言ってよいのではないでしょうか。以上、ローマから野田隆がお届けしました。はいはい、あ、申し訳ありません、何しろ年に一度の夏休みでしてそういうわけで来週いっぱいはスタジオの方はお二人にお任せします。はいはいはい、あ、ローマの休日何を言ってんですかはい、それじゃあありがとう、お疲れ様でした。お疲れ様、グラッツェ、グラッツェ、はい、はい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 、皆さん、ヤギ足プロデューサーが何か、はい、野田、もしもし野田、ああ、はあ、はいはい、おい、ちょっと待ってくれよ、夏休みだよ、俺だって。ローマにふさわしい夏休みネタ、いや、ちょっと全部任せろっつったんで、ちょっと、いや、分かった分かった、じゃあ分かった、その代わりどんなことがあっても、どんなことがあっても1週間ほっといてもらうからな。オッケー、はい、分かった、やるよ、はい、はいはいはい、来いよ俺。じゃあ後でホテル電話しますよ、ほっといてくれ。いや、だって晩飯どうすんですか。ここはローマなんだぞ。いや、分かってますよ野田さん。ローマはスリも芸術家と呼ばれてるとこなんですよ。お金は財布なんかに入れないで絶対にここに入れといてくださいね。俺にとってやっと取れた夏休みなんだぞ。はい、ここなら誰にも見られないですもん。え、晩飯のやつは君じゃないよ。いや、じゃあ誰か決まってるなら、若くて美しいプリンセスだ。ローマの休日だよ。Reconfirm something else? Yes. Sesta sera alle 8 al ristorante Ranieri. Cosa? Poteva venire a cena con me. Ara, Noda-san. Noda-san ga Roma ni ne. Shigoto, shigoto desu. Shigoto tte donna? Senshinkoku doushou. Ciao, ciao.あなたとは畑違いのネタでしょうかね。それだけ？それだけ？他に何があるって言うんですか。隠し事をしてるとすぐムキになって、このバナピクピクさせてすぐ分かるわよ。隠し事なんかしてませんよますます怪しい。あなたこそ泣く子もたまる芸能レポーターの水原由紀子がローマまで何をしに来たんですか。失礼ね、分かってらっしゃるくせに。何を言ってんですか。僕は別にね、なんですよ。
Excuse me. Was Miss Kaoru Sansa on the flight from London? Kaoru? So, Saegusa Kaoru. Kaoru Saegusa.ドメウンテレポーのラグラッチェ。これが200リラか。カバンがな、あ、ごめんね。あの、知りません、私のカバン。あの、ないの。知らないよ。ここローマなんだよ、君。知ってるよ、そんなこと。ここではね、泥棒する方よりも泥棒される方が間抜けなんだよ。そんな言い方で、はい、バッグがない。あれ、バッグ、あの、ここに置いたんです、私のバッグ。パスポートも財布も全部入ってんです。Signorina, signorina, io ho visto l'uomo piccolino con i baffi che ha preso la sua valigia, è andato da quella parte. Guarda, di là. Hige no toko ga motetta desu. Sonna sta adesso. Grazie. Grazie. Signorina, lei non si deve allontanare, ci deve stare più attenta alle sue valigie. Oddio, oddio, oddio. Pure il portafoglio tutto, non c'ho più niente, oddio. Pure a me me l'hanno fatto.いいね。その警察で反抗してもらったその書類持って日本大使館へ行って、今日はもう閉まってるから、あ、今日金曜日か、あ、土日休みだ、ダメだ、困ったね、これどうする。すいません、あの、いろいろどうもありがとうございます、野田さん。え、野田さんでしょ、ニュースキャスターの。そんな似てるかな。ええ、よく間違えられて迷惑してるんだ。いや、僕の方がいい男だと思うけどね。なんだ、そうですよね。あの野田さんがこんなとこでブラブラしてるはずありませんものね。ブラブラって。いや、しかし君も着いた早々ね、着いてないね。なんで、シャレも通じないのかい。君、あの、ローマへは何する。なんとなく、泊まるところは。なんとか。しかし、わからないな、近頃の若い人は何を考えてんだか。分かっていただかなくても結構です。そんな曖昧な気持ちでね、海外旅行に来たりするから、着いた早々みんな取られちゃったりするんだよ。だって、ここはね、日本とは違うんだよ。そんなこと野田さんに言われなくても分かってます。僕は野田じゃないんだ。とにかく、あの、ここは日本とは違うんだから気をつけなさいね。コアさん、Ok, questo c'è sto prima io, ok, sì, sì, sì. Se no via la barca, dai. Ah, guarda che... Adesso arrivo, ti chiamo. Ma io, vai, vai, vai. Udo, sto! Ah! Vai, 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 subito. Itai! 僕に怒ることないだろう、自分の不注意じゃないか。だって野田さんが。だから僕は野田じゃないって言ってたろ。じゃあなんておっしゃるんですか。人に名前を聞くときは自分から名乗るのは礼儀じゃないか。なんて言うんだ。私は名前なんてありません、国籍も。だってパスポートないんですもの。あ、そうですか。ここで止めてください。私ここで降ります。どうするつもりなんだ。私の自由でしょ。ここはローマなんだよ。え、女の一人歩きはダメだ。いいじゃないですか、別に。よくはないよ。だいたい君みたいなのがいるから日本人が誤解されるんだ。私はただここで降ろしてくださいって言っただけです。非常識だよ。いいかい。おせっかい。おせっかい、分かった。勝手にどこでも行きなさいね。ma che fa signore? ho capito。 好きにすればいいんだ。好きにします、さよなら。どうだ、シグリーナ。いいから出してくれ。Io non la capisco, lasciare una così bella ragazza tutta sola a Roma. Partiamo. No, mi dispiace, a lei non la porto. No,
Partiamo, partiamo. No, deve andare appresso la signorina, no? Deve andare via, deve andare appresso la signorina. Guardi, questo fazzoletto è della signorina. Esca, gli vada appresso. Vagatta, vagatta, ora io. Esca, gli vada appresso.大丈夫だ。何してるんだ。ショッピングの下見。ホテルどこ予約してあるんだ。忘れ物、ケースさんです。ローマはね、今10時頃まで明るいからいいけども、ひとまずホテル行った方がいいよ。え？まさか君ホテル予約してないって言うんじゃないだろうね。はあ。おい、どうした？いい匂い。ボナシーラ。プライゴ。プライゴ。ノーグラッチ。ノーグラッチ。私、お腹ペコペコなの。もう、死にそう。Hai visto dei giapponesi mangiare così tanto? Di solito mangiano solo pasta. Mangiano in quel modo e non ingrassano per nulla. Che invidia. Loro non mangia niente, si vede che è giapponese. Guarda come mangia con la ragazza. E mangia anche ancora. これ召し上がらないんです？食べるの？どうぞ。ありがとう。私ね、1ヶ月ほど全然食欲なかったんです。でもね、ローマに来たつた一変食欲が出てきちゃったみたいなの。こんなにワインをいただくのも初めて。すみません。あのね、イタリア人がね、大事に思ってくる3つあるの。国旗でしょう。赤と白と緑。いや、そういうことじゃなくて、まずね、イタリア人が大事にしてることはマンジャーレ、食べること。マンジャーレ、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 マンジャーレ。それから、それからドルミーレ、眠ること。素敵。私ずっと睡眠不足だったから。そうで、書いとこ。これだけ盗まれなかったの。イタリア語はローマ字だから簡単。それから最後の一つは何かしら。スコパーレ。スコパーレ。スコパーレ。Mi dispiace, non lascio niente. I'm alright. Ogni uomo, una vecchia musica che deca i cuori dei scopare. Se che ci la zima. Quando arrivo.
僕が頼んだんだよ、これ。ここも美味しいわよ。こんなに飲んだの、君。強いんだよ、これ。ジュースじゃない。とにかく出よう。はい。あ、ちょ、待って。ダメだ、ダメだ、ダメだ。あ、ちょっと、大丈夫かい？こっちはいい祭なんだよ。このベルニーニが作った噴水はね、世界の4つの川を表しているんだ。ガンジス川、ドナウ川、ラブラダ川、ナイル川。このナイル川、キレイかぶってるだろ。それはね、正面のサンタニエーゼ教会見たくないからだそうだ。というのは、教会を作った建築家がベルリンのライバルで、こんな教会なんか見たくないと、何つったっけな、ライバルの名前はボロミーニ、ただしこの話は嘘。噴水は1651年にできて、教会はその数年後にできたわけだから、そんなことはありえない。詳しいね、君。大学の美術の講義で聞いたの。どこ行くんだ。君、危ないから降りなさい。私やっぱりローマに来てよかった。とっても陽気で明けっぴろげで、くよくよしてた自分がバカみたいに思えてくる。いいから降りなさい、危ないから落ちるから。とっても元気になれそう。分かった分かった分かったから降りなさい。早く降りなさい。落ちても知らないよね。やめなさいって。こらこら、危ない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 、やめろって。あなたお酒飲んでんだから本当にやめなさいよ。危ないから降りなさいって。早く降りなさい。言うこと言わないな、もうだ。僕も落ちちゃったじゃないか。だってホテル満室なのよ。増床会議ですよね。ねえ、それより私がローマに立ち寄るっていう情報他に漏れてない？だって今日誰に会ったと思う？ニュースキャスターの野田隆よ。若い女の子無理やりタクシーに乗せようとしてるとこ見ちゃったのよ。マジ？かなり慌ててたわよ。あれ怪しいわね。その点私に任しといてよ。変えてくるからな。部屋もなんとかするか。あと靴を拭く。こっちじゃない。靴。オッケー。じゃあここでおとなしくして。はい。すぐに戻るからな。はい。Yeah.
いや。あら、奇遇ね。野田さんもこのホテル？奇遇ですかね。まあいいや、ちょっと上のバーで飲まないね。奇遇ですかね。ずいぶんあなた嫌味な言い方ね。それどういう意味？いや、僕に付きまとわないでほしいって意味。この前のこと、ずいぶん根に持ってらっしゃるのね。当たり前でしょ。堅物野田隆に若い恋人、あれから若い女性ファンが増えたんじゃない？あなたにすっぱ抜かれたおかげで、ね、僕の身にもなってちょうだいよ。それで今度は用心してローマでおデートですか？まさか。確かにまさかですよね。今度見つかったらイメージダウンは確実ですよ。悪くしたら番組降板。ちょっと随分顔青くしちゃって男の人って意外と度胸ないんだ。だからそんなんじゃないするんですよ。え？じゃあどなた？あれ、どなたって？え？タクシー乗り場にいた可愛らしい方よ。ああ、あれはそのたまたま、うん、今日初めて会ったんだから。分かった分かった。じゃあ、あの全部話すから、うん、ね、それでいいでしょ、うん、だから上の、あの屋上のバー行って、うん、あの飲みながら全部話しちゃうから、そうしようね、そうしよう。あ、行きましょう。もっとなくちゃ。本当にもう芸能レポーターにはかなわないな。はい、ちょっとフロントに行ったから。ちょっと、まずいんだよ、ね、見つかったら何書かれるか分からない。私の靴もう一つ。私の靴、そんなものライオンが食べちゃったよ。私の靴。説明してくださいよ。誰なんですか、この子。大きな声出すな、起きちゃうじゃないか。明日説明するから、ちょっと早いとこホテルに戻らなくちゃいけないんで。いや、この子どうするんですか。止めてやってくれる人番だけさ。いやいや、ダメですよ、今日マリアが来るんですから。なんだよ、マリアっていうのはさ。俺が結婚考えてる相手ですよ。それはおめでとうだ。君がマリアのとこ行きゃいいじゃないか。いや、そんなことしたら親父にぶっ殺されちゃいますよ。この子放り出せっていうのか。いや、そんなこと言って、野田さんのホテルに連れて行けばいいじゃないですか。ここが一番安全なんだよ。安全言うて。だから、そのつまり、ここがさ、オッケー、よしよし、分かった。じゃあ、分かった。説明するから誰も言うなよ。え、あのな花嫁子。だからさ、ローマでな、ね、独占インタビューを取れればさ。本当ですか。でホテルだと他社に感づかれる危険が大きいだろう。君だとから駐在キャメラマンとして特段なものにできれば鼻が高いだろう。はい、え、社長証明だぞ。そうだろうな。頼むよ。はい、お前手出すのやめろ。今夜はマリア諦めろ。明日連絡する。分かったな。はい、よし。
わしちくでぼあんけいよというイタリアのことわざ。Questa è la provvidenza di Dio. Eccomi, arrivo. Che c'è, ci sta prendendo? Arrivo qua. Arrivo anche. Chilo! Abbiamo detto 3.000. Chilo? Ok, allora ci porto io. Buongiorno. 3.000? Ti davo da più. Grazie. Grazie. うるさいな、朝っぱらから勘弁してくれよ。彼女来なかったですか？彼女って？例の花嫁候補ですよ。野田さんが俺の部屋に連れてきた。彼女がどうしたんだ？それがですね、やっぱりいなくなっちゃったか。それは参ったな。おい、すいませんでした。で、どうしましょう。どうしましょうって始末書じゃ済まねえだろうな。はい、まあ現場か、まあ悪くするとクビだろう。そんな。こんにちは。コルネ。チノ。グミナ。いや、でも彼女探さないと。探しても無駄だから飯でも食おうよ。何のんきなこと言ってんですか。そんな車で探しに行きましょう。危ない。おい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 、危ないよお前。どうぞ早く早く早く乗ってくださいよ。小さい車だな。しかしこれ乗ってください。開いた。大丈夫か。大丈夫です。 OK、 右はない。
どっか車止めてその辺のカフェで待ってるから。野田さんはちょっと土産物屋覗いてくるから。いや、ちょっとそんなのんびりしてる場合じゃないと思うんですけど。宇治原ゆき子、venga venga signorina, venga venga, avvicinati un po', grazie, thank you, grazie, gelato 3000 3000 sì sì こんなところで何してんの。野田さんこそ。僕は野田じゃ、いいけども。目が覚めたら知らないアパートで知らない男の人がパンツ一枚で何がなんだか。あんなとこに私置いてどこ行っちゃったんですか。泊まるところがあっただけでもありがたいと思わなくちゃ。それは感謝します。あ、それじゃ。あ、あのそのアイスクリームどうしたの。これは神様のお恵みです。で、お昼一緒にいかがです。野田さん、新しいカード受け取れば今度は夕べの俺に私がごちそうします。いいからいいからいいから、もう言ってくれよ。どうして。いや、君と関わってるとろくなことにならないからさ。いや、あ、ちょっとなんてことするんですか。ごめん、ちょっと入ろう入ろう。あ、ボンジョルノ、コサデシデラ。Un vestito per lei. Ma che bella ragazza! Fukui, questa ho avuto il presente, se ne è. No, non è niente. La prego, la prego. C'è una nena, no, basta. Scusi, scusi. Leggero e colorato. Lasci fare a me, la trasformerò in una piccola principessa. Come Cenerento. Cinderella? Sì, sì. Beh, con quelle scarpe, una Cenerentola. Oh, nante cosa hai detto? Quelle lucky shoes. Già, un cuzzo bag to scarpe, brosette, police. Sì, molto bene. Benissimo, è meravigliosa. Ah, so, Roma giù ci vedete la stella, ne? Ureshi, Noda-san ga Roma Kenbutsu ni tsuredette kudasaru nante. Ya, 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 ii ne, Roma Kenbutsu. Roman di lavanderia. Sì, sì. E se si tagliasse un po' anche i capelli? Di sopra abbiamo un salone di bellezza. Ah, sore, io mi ho detto lascia, ne? O cane fratto qua là. 650.000 lire. Non lo dico, 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 non してみようかな。
bellissima. Grazie.野田さん。ああ、まずいんだよここにいると。おい、水原由紀子でしょ。見ましたよ、野田さんの後追っかけていったの。それにしてもどこ行っちゃったんでしょうね、三枝薫は。この辺通んないかと思ってずっと見てんですけどね。三枝薫って？しっかりしてくださいよ。あの花嫁候補ですよ、ゆうべ野田さんが俺のとこ連れてきて。あれはつまりその、あのいや、悪気があったわけじゃないんだけど。もう何を訳分かんないこと言ってんですか。ほら、突如本命に浮上、三枝薫さん、英国の大学に留学中の才女。身長が166センチ。あ、ぴったり。すらりとして細面。ぴったりじゃないですか。優雅なロングヘア。髪長かったですもんね。写真は？あ、それがですね、どこも躍起になって手に入れようとしてるんですけど、周りや家族のガードが固いらしいんですよ。趣味が彫刻、美術史にも造形が深く。ベルリンとボロミニ。なんですか？スポーツウーマンでもあり、高校時代はソフトボール部のキャプテンとして活躍。留学中のイギリスから近々帰国するらしいって書いてあるでしょ。彼女あれですよ、報道陣の目を交わして密かにローマ経由で帰るつもりなんですよ、誰にも気づかれないように。ハンカチのイニシャル確か KS だよ。ハンカチのイニシャル KS、 カオル三枝じゃないですか。ひょっとするとひょっとするな。間違いありませんって。グズグズしてると追っかけてくるの水原由紀子だけじゃなくなっちゃいますよ。彼女さ、俺に先を越されてると思って。とにかく水原由紀子よりも先に彼女を探さないといけないんです。俺カメラ撮ってきますから。花嫁候補のローマの記述いけますよ、野田さん。これしますからね。いやいや、いいんですいいんです、あの写真を一枚撮らせていただければ。あちょっとちょっと、野田さん、ヤシュチンクイ、ヤシュチンクイ。ちょっと、あっ、いやいや、知りませんよ。え、誰かいました？ちょっと、はいはいはい、ちょっと、あの、私こんな服や靴買っていただくなんて困ります。いや、いいんだいいんだ、君のことなら必要経費で落とせる。いや、いいんだいいんだ、ここ入ろう。ここはね、昔のローマ時代の墓の跡のレストランです。この壁の穴は5坪置いてある。それにしても随分賑やかだね。どうぞ。あの二人結婚したばかりなんだわ。Perché? Perché? La conoscevo fino a bambina. Sono stato io il suo primo fidanzato. Ci eravamo giurati che da grandi ci saremmo sposati, poi è arrivato quell'altro. Ormai è fatta, non vale la pena disperarsi. Ti stai comportando come un ragazzino. Anna è la donna sposata, dimenticala. Ma se mi hai detto che mi auguravi ogni bene. Sarà meglio non gli dare più nulla da bere. Lasciatemi in pace. E vattene tu, che mi hai rubato la mia Anna. Dai, non fare capire, no. A え、好きだったのにね、他の男と結婚しちゃったんで悲しいんだよ。いやいやいや、
Vuoi proprio saperlo? Anch'io ero innamorato di Anna. Anche tu? No. Mi scusi, signorina, se l'hanno fatta cadere. Si è fatta male. Non è nulla, non si preoccupi. Omedetou gozaimasu. Auguri agli sposi. Ascoltate, signori. Questi sono due ospiti d'onore che vogliono festeggiare gli sposi. Allora vi presento mio figlio e la sposa, i genitori della sposa, mio figlio più grande e la sposa, il più piccolo e la sposa. Molto triste e non voglio più star da solo. Perché non ci sposiamo? Non so neanche te lo. Io gatta che come sei curiosa. Sì. Mi dispiace, ma si deve già scusare. Si deve scusare con te. Con me? Nani? Otoko doushi no hanashi. Questa signorina. Grazie, grazie mille. Veramente non so come ringraziarla, siete stata molto gentile. Nome から道具をもらった女性が次に結婚することになる。ごめん、余計なこと言ったかな。ううん、私あの二人がとっても羨ましいの。ささやかだけどこんなあったかい人たちに囲まれてこういうのが本当の結婚なんだなって思ったら。うん、それはその結婚って形じゃないんですよね。心と心の踊ろう。さあ踊ろう。踊ろう。家族はみんないい人間だって言ってますよ。やめなさい。mi dispiace. Lasci stare quelle carte. Lasci stare quelle carte. C'è scritto destino della signorina. Signori, signori, vediamo il suo futuro. Non deste? いや、言葉さんがね、あなたのその未来を占ってくれる。ファットインシェウナロテリア。なんかよく当たるって評判らしいよ。メグリー、エチェッショナル。Le carte dicono che lei si sposerà in breve tempo。近い将来結婚することになるだろうってさ。
che Arturo dice sarà felice? Sì, ci sarà un bel matrimonio. Anche ci sarà una grande differenza di età e classe sociale fra lei e suo futuro sposo. 年の違いなど気にするなってさ。それから身分の違いにもひるむことはないって。Grazie. Grazie. Signore, signore. Cosa? Deve dare 50.000. Oh, oh, scusi. 身分の違いにひるむなって。Grazie. Grazie. Lasci stare quelle carte, c'è scritto futuro della signorina. Qui è Roma Mevus, il nome di città. Poi adesso non ho niente. Domo, di dopo lo vai a scendere. Dopo non è straniata niente. Corrente. Ma mi fanno da. Mi fanno da. Mi fanno da. Mi30.000. まずいよ、こんなところで喧嘩して。あなた自分の立場ってものを考えなくちゃ。この人女の子バカにしてんのよ。いや、そうじゃないって。うぬもめんとアスペッティ例のさっきへクエストラガッチャえ、キエえ、キエまっけめふれいかないよ。何するの。逃げろ。ダメだ。Andiamo a vedere, andiamo a vedere. È una ragazza violenta. È stato lui. Come sta lui? Che? 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 さすがソフトボールのピッチャー。しかし君も育ちに似合わず無茶やるね。よし、ちょっとねここで待っててくれ。すぐ戻るから。どこも行くなよ。行かないわ。そう、君にどっか行かれると困るんだ。ちょっと待っててくれ。じゃあ、これでローマゲームですか。どっから持ってきたの。飲み主には何でも売ってるよ。さあ、乗って。まず最初はこの丸太と騎士団の門。この門何が有名かというと、この鍵穴見てごらん。バチカンのサンピエトロ寺院がまっすぐに見える。サンタンジェロの後ろからさっき見えたバチカンのサンピエトロに行こう。ただし法王様は今昼寝の最中だからお目にかかれません。本当に知らないんですから。しかしさ、あの二人どこ行っちまったのよ。
どっかとんでもないところにでもいいんじゃないんですか。勘弁してくださいよ。そうはいかないのよ。せっかくローマまで飛んできて、トンビに油揚げさらわれたなんて、第一こっちが狙ってた相手よ。それを連れて逃げるなんて冗談じゃないのよ。許せない。はい、出た出た、ほらポケットしてないの。これがローマで一番古い橋だ。Senta, che ci può scattare una foto per piacere? Oh, certo. Grazie. Di là, di là. Vicino alla pianticella. Ok. Grazie, grazie. Prego. Volete che faccia una foto anche a voi? No, no, no. Prego, no, grazie. No, grazie. Prego, no, prego. No, grazie.困ったね。どうしたの？いや、どうしても僕たちの写真撮らせろってさ。撮ってもらいましょうよ。いや、ちょっと。しかし、いいのかな。State più vicino, che andiamo? Più vicino, più vicino. Ancora, ancora. Che cosa fai? Sorridete. Dite cheese. Grazie. 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 Venga. Auguri, arrivederci, buongiorno, buongiorno. Ciao, ciao, ciao bello. Shashin wa toreta. とうとう野田さんにされちゃったようだね。まあいいや、何でしょうか。結婚なさってる？え？全く唐突な人だな。なさってるでしょ？答えはノー。まあ正直言うと一度したけども失敗した。どうして？さあ。性格の不一致。まあよくそういう言い方するものらしいけども。浮気、そうでしょう。僕のことはいいから。結婚は人生最大の選択でしょう。まあそれはどういう結婚するかで人の一生なんて決まってしまうところがあるからね。新しい人生を始めるってことですよね。今まで生きてきた人生に区切りをつけて。ローマに来れば区切りがつけられると思った？でも。でも。私自分で決心したんです。私にとってこれが一番幸せな結婚なんだって。それならば。望まれて望んで決心したはずなのに何か自信が持てなくておかしいですよね。それは、うん、まあどんなに夢に見ていた素晴らしい結婚でもいざ目の前に迫ってくると迷いとか不安はあるものなんじゃないかな。失敗した僕が偉そうなことは言えないけども。さあ、行こうか。ああ、これが真実の口だよ。本当のことを言わないとこれ噛みつかれて手が抜けたくなるんだよ。野田さん入れてみてよ。いや、僕はいいよ。あ、なんか嘘ついてるんでしょう。いや、僕は君、嘘ついてない？ついてないわ。だったら入れるはずだろ。
いいわよ。ほら、ね、なんともない。あ、そう。あ、あ、ちょっと、あ、抜けない。抜けない。抜けない。だってね。ほら。あ、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 抜け。脅かさないでよ。びっくりした。野田さんって意外なところがある。面白いところだろ。そういうところ好き。ああやって後ろ向きにコインを投げて入ればもう一度ローマに来られるって言うんだけども、二つ投げるのが本当。一つはローマに来られますようにとお願いして、二つ目は願いが聞き届けられたお礼。来てらっしゃるんでしょ。うん、まあ最初に来た時にコインを投げたおかげでね。私はもう来れないかもしれない。多分来れない。よし、分かった。今日何もかも忘れてローマを楽しもうね。よし、どっかいいとこ連れて行こう。ああ、しかしあの二人どこ行っちゃったんだろう。ラッチェ。Prego. È un piacere aiutare una signora così affascinante. Ah, grazie. But I have things to do. Ah, ho capito. Mi dispiace. Da dove viene? Dal Giappone. Lo immaginavo. La sua bellezza è misteriosa come l'Oriente. Mi sono innamorato di lei a prima vista. Anche lei mi ha notato subito, dica la verità. Se è libera potremmo andare al mare. I have business. Business. Se è libera potrebbe venire a ballare con me? Che ne dici? Vorrei portarmi... No, 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 no. なるほど. Attaccia Italia de Motenda. Mattacchio, io mi ero nampa sta cosa anno che... Toni, ma... Toni, ma... Toni... A to, kimi da che a tamere nanda. Portate la pia. Amio. Ora! Kamoto! Gominasai! Mate, Kamoto! Giordan desu, Giordan! Giordan datte! ちょっとするな、あなたね。あ、いた。ちょっと追いかけて。ね、何してんの、ほら。ちょっと。あんたまだ治んないの？ダメだこりゃ。ダメですよ。諦めた方がいいですね。それにほら、どっち行っちゃったか分かんなくなっちゃったし。これさ、確かチボリ行く道だよね。え？チボリへ噴水見に行ったに違いないよ。まあ、ロマンチックなことやるね、奴ら。無理だよ、無理無理。
私の顔に何かついてますか？いや、どうして？だってさっきから、変わった人だなと思って。私そんなに変？あ、いや、でもやっぱり違う。僕の知ってる女性たちとは魅力がないんでしょうね、私って。いやいや、そういう意味じゃない。いいんです、無理しないで。魅力なきゃ結婚の相手に望まれたりはしないよ。そのことは思い出させないで。いけないよ。何言ってんだ。いけないよ。さあ、ね、そろそろ帰ろう。これで待っててくれ。ちょっと様子見てくれ。どこ行ったんだよ。何してるんだ。早く来なさい。困った人だ。そんな濡れちゃってどうするんだ。これで帰れない。早くいらっしゃい。急に迷惑がかかるからさ。誰、あの人？ここのホテルで車頼もう。さあ。もらせらしいぶり。あえて見そうにいるのカメラ？No. Torniamo a Roma. Ci chiama un taxi per favore.
Ma non potete andare a Roma con i vestiti bagnati. Per forza. La ragazza è fradicia. Si prenderà un raffreddore. Lasciatele asciugare il vestito e andate nella stanza di sopra. Vi fate una doccia calda. Ciao, avete fuoco questa notte. Grazie. Prego, non c'è di che. Abbiamo una stanza da bagno meravigliosa. Che? E la sua fidanzata? Vuole scherzare. E toccare il cielo con la dita. E allora abbiamo una stanza adatta per lei. Stegna la giuse da te. Grazie. Wow. Splendida. Grazie. さあ、服脱いで。あ、いやいや、ほら、ここで乾かしてやるって言ってたから。ああ、風呂場そこじゃないかな。どうぞ。はい。Sì, può venire a prendere il vestito e portarci da mangiare per favore.私、帰りたくない。でも帰れなくっちゃ。君だって分かってるはずじゃないか。私たち本当にローマに帰らなきゃいけないの？今食事が来る。Il suo vestito è asciutto. Qui è difficile trovare un taxi, ma se proprio deve andare a Roma, cercherò di cercarvelo. Intanto è arrivata la cena. Il sole sta tramontando. Di solito qui si cena a luce di candela. Molto romantico.
Buon appetito. いや、僕なんかと関わり合ってしょ。もっと大事な。私には今が大事。君はもっと冷静に物事を考えられる女性のはずだ。君はその気持ちが不安定になってんだ。大事なことを前にして、一日は何もかも忘れる約束。Signori, abbiamo trovato la macchina per voi. È la vostra ultima possibilità per tornare a Roma oggi. L'autista non può aspettare. Mi dispiace, ma dovete andare subito.入ったな。車ってこのことか。私は好き、こういう方が。心配だから送っていくよ。いいんです。だってパスポートもカードもなしで。大丈夫なんです。本当に。君、僕たちはローマでは会わなかったんだ。僕も忘れる。忘れられないだろうけども、忘れる。野田さん。僕は野田隆じゃないんだ。君も初めて会った女の子、どこの誰だか知らない。それでいいんだ。私、独身最後の旅行のつもりだった。でもローマに来て、あなたに会って、どうしたらいいか。ダメだ。それは僕だってこのままあなたをどっかへさらって行ってしまいたい。でもそんなことはできない。ごめんなさい、私嘘をついてたわ。本当は私。聞かない方がいい。事情も名前も知らない者同士で、その方がいい。
一度会って。一度でいいの。明日の朝8時にスペイン広場で待ってます。私結婚するのやめます。Reserved and paid from Tokyo. It's all your phone. Your name, please. Ah, Saiki Kyoko desu. K.S. Kyoko Saiki. Eh? 間違いないですよ。短波放送の海外向けニュースではっきり聞いたんですから。なんて？いやだから、沖崎候補の本命と見られている三枝薫さんが留学先のイギリスから突如昨日帰国したって。成田は取材陣で大騒ぎだったらしいですよ。だってそれじゃ彼女何者なんだよ。そんなこと俺が聞きたいですよ。だって俺君が、ま、間違いないってさ。野田さんだってずっと一緒にいたんだからそんなことぐらい分かりそうなもんじゃないですか。そうだったのかよ。別人かよ。何笑ってんですか。気持ち悪いな。飛んだローマの休日だったってわけか。もう何がおかしいんですか。やめてたんだ。さてとどうするんだ野田さん。ちょっと野田さん、しつこい人ですね。あなたよくも私を騙してくれたわね。花嫁候補だなんて。僕は騙したりしてませんよ。あなたが勝手に勘違いして。まあいいわ、三枝薫さんじゃないってことは分かったんだから。でもさ、彼女と何なの。あなたと一体どういう関係。関係ありません。とぼけないでよ。名前も知らないんです。まあいいわよ、直接彼女に聞くから。本当に知らないんだ。なら聞いても構わない。やめてくれ。ほら、ムキになるところを見ると。そうじゃないんだよ。
そっとしておいてやりたいんだ。野田隆、若い恋人とローマの休日ですか。いや、ちょっと冗談おやめになって。ごめん。何あなた。私ローマに来てあなたに会えてよかった。とっても楽しかった。美味しいものをいっぱい食べて思いっきり笑って結婚パーティーのダンス、スクーターに乗ってスペイン広場、ナボナ広場、真実の口、飲みの市、それからチボリの噴水、みんな楽しかった。あたしこんなに楽しかったの？生まれて初めて。きっと一生忘れない、絶対忘れない。素敵なローマの休日、ありがとう。よろしい。できることなら一人でいたいね。スペイン広場で熱烈なるラブシーンを演じた仲じゃないの。ご協力感謝します。どういたしまして。彼女大丈夫よ、心が揺れんのよ。女って結婚というゴールを目の前にした時、あ、これでいいのかな、もっと他に何かがあるんじゃないかと、もっと激しく、もっと胸がときめくような、そしてもっと危険な何かが。ああ、素敵だな。揺れるか。ところで伺いますけれどもね、そういう揺れる女心を目の前にした時、男としちゃどうしたわけ？一緒に揺れるか、出なければ。出なければ。やたら優しくしてやりたくなる。
優しく優しく潰さないようにね、そう大丈夫よ、あなた十分優しかった、そう、うん、あれでよかったかな、うん、でもねでもなんか落とし物したような、そんな気持ちですよ。あら、朝からシャンパン？グラッチ。グラッチ。グラッチ。では。私にも現れますように。何が？結婚を前に。揺れる私を優しく抱きしめてくれるような男が現れますように。失礼しました。やだ、浮いたじゃんと野田さん、ここ。じゃあ改めて、はい、野田さん、一歩自分の左お願いします。はいはいはい、はい、じゃあ行きます。よーい、スタート。ローマから野田隆がリポートします。今日は夏休みにふさわしい、そしてローマにふさわしい話です。一人の若い娘が日本からローマにやってきました。その娘の名前を例えば、KS さんとしておきましょう。ここローマには2000年の人類の思い出が眠っています。いや、眠っていると言っては正しくないでしょう。思い出は今でもこのローマのあちらにもこちらにも生きているのです。ですから、ローマを訪れた人は誰でもみんなが素敵な思い出を持って帰ることになります。ローマ人はこんなことを言っています。思い出を作ること、それが人生だ。